このスレの紹介。整体師。Y さん、もしかして、おなら出やすい ?Y? え?は、はい。整体師。言いにくいんだけど、ずっとうちの匂いが出てるね。痩せすぎて肛門の筋肉が弱って、半分開いた状態になってます。うちの匂いがずっと出ていますね。じっと考えるくらいショックで、草、治らんらしい。二回も言わなくてよくて、草。かわいいなぁ。それでこそ J ボーイや。模範的音芸人。肛門に力入れて鍛えろ。痩せば芸人なら治るやろ。ケツ掘ってもらえば気にしなくなる。なんかこの数年、知り合った人とかとすごい仲良くなれたのに、なぜか誘いとか断られてフェードアウトっていうのがくっそ多くて、わい、性格悪いんかな?とか口臭い?とかすごい気にしてたんやけど、原因わかったわ。なんか時々、部屋の中でゴムタイヤっぽい匂いがするときあって不思議やったんやが、自分の匂いやってんね。生まれながらにして、ガバケツなのはかわいそう。なんで整体行ったん?臭いと、整体も行っちゃいけないのか。臭。いや、普通に質問してるだけや、そもそも、なんで言ったのかなと。肛門開口、持ちは、持ちやや。そっちやろな。改善方法教えてくれたんか?整体ってパンツ脱ぐんか?皆さんやられてますから。次郎じゃね?整体のやつは、何を考えてケツ穴見たんやろ。言われた瞬間のショック、計り知れなさそう。しかし、肛門半分開いてるなら、常時うんこ漏らしじゃね?っていうか、どうやって半分開いてるの確認したんや?他人だとゲラゲラ笑えるが、実際に自分が言われたら辛い。しかも治らんとか言う畳みかけ、ひどすぎて、草。これ、仮に正しいとしたら、下痢の時垂れ流しやん、意味不明すぎる。わい、座っておしっこするんやけど、おしっこしにトイレ行って座った瞬間に、マジでそれまで便意ゼロやったのが、ドボボボボボボボって下痢便が流れ出すことがすごい多くて驚いてたんやが、そういうことらしい、漏らすとかはないんやが。マジかよ。おうふう。想像以上に血筋がバソンやな、普通はそうならん。ワイも学生時代近かったけど、太ってから筋力つけたら、外にうんこの匂い漏れないほどにはなったぜ。便意来たら数分しか我慢できないのは治りそうにないけど。今これ見たけど、それは、にやりすぎなだけや。運ジェミンの称号を与えよう。筋肉つけりゃええんとちゃう?痩せすぎらしいし。痩せてるからって肛門開くか?そんなら、女のモデルは全部肛門全開やんけ。内括約筋も緩くなるからね。悲しい。ガバケツ直せないけど、マシにはなるやろ。筋力つけることは絶対せなあかん。ほんま、うんこの匂いするやつっておるし。括約筋の付けとかあるんかな?普通、半開きならんやろ。肛門科で見てもらえや。多分、昔からそうやないやろ。普通に括約筋鍛えればええんやないのか?血のリスクは強くなるかもしれんが。痩せすぎって言ってるやん、取れよ。おならとかうちの話やと、みんな優しいよな。なんか、この一文泣きそうになった。マジで悩んでるんやな。うんこ漏らし人が多いからな。同胞、音声人、肛門に詳しい。ずっと臭いとか、草。これ、実質外出するな言うてるもんやしな。これで煽るやつのが、よほど終わっとるわ。ワイも去年、職場でうんこ漏らしたし、気持ちはわかる。この整体師は、触診で肛門が半分開いてるのを当てたのか、この匂いなら、半分開いてると当てたのか。前例がおったんやろ。指針でしょ。このスレ見て、ケツ穴に力込めたやつ、わらわらわら。わらわらわら。まあ結局は、肛門科行くのがまず優先やろな。ワイは、顔のどっかの筋肉が足りなくてよだれ垂れやすい。括約筋は鍛えられるから、頑張れ、エッチ。治らんことはないやろ、医者に見てもらえ。自分で気づかない程度なら、平気平気、でも、整体には二度といけないね。ケツ穴筋トレ部作れ。筋トレ筋トレ言うけど、一番終わってる状態ってガリガリやからな。そもそも、筋肉つけるには体重増量と筋トレを併用しなきゃいけないわけで、食えないと、少なくともタンパク質を取れないと話にならない。括約筋鍛えることやな。痩せすぎなら、それも改善や、うんこだけやなく、痩せはデブ以上に健康に良くないし。手軽に行くなら、肉つけてトレーニングくらいじゃないか?肉、肉、野菜、肉、肉、野菜、デザート。便秘で腸内に便やガスが溜まって、うんち臭いとは知ってるし、それが普通やからわかるけど、おならがよく出るから、うんこ臭いはほんま聞いたことないわ。臭いタウンやんけ。すまん、変換ミスや。あと、うんこ臭いと草生えたわ。それも今気づいた、すまん。めっちゃ笑ったわ、人ごとやと面白い、頑張れ、イッチ。ここ最近で一番笑った。多分、腸に悪玉菌が多くてガス作ってるんやな、ピロリ菌の検査した方がええで。これは辛い。おならしてないのに臭くね?と言われるわい。このスレを見て恐怖を感じる。風呂入って食生活見直して消臭して熟睡しろ。あかん、ちゃんと読めば読むほど、ワイと合致してて辛いわ。
でも、整体師が言ってくれてよかったな。一生自分がうんこ臭いって気づかない方がきついやろ。運動不足やろな。強く生きて。朗報、肛門さん、瞬時に液体か気体か固体か判定する。有能器官だった。以前も書いたけど、私たちがおならができるのは、肛門が降りてきたのは固体か液体か気体かを瞬時に見分ける性能を持ち、気体の時のみ排出する、という高度な選別ができるからです。これは人間が社会生活を送る上で極めて重要な機能で、病気や外傷でこの機能を損なうと、QOL はかなり落ちます。嘘つくな、できないぞ。平民の肛門には当てはまらない。ほんまに、通れってしてるんか。下痢、へです、肛門、よし、通れ。やっぱりガバガバじゃないか、フンド。液体は、固体よりは気体に近いから仕方ないね。99% の精度はある。年3回は漏らしとるのか？実際、今年入ってから3回漏らしたぞ。まだあと3ヶ月あるから、そのペースやとあと1回は今年中にやるな。ワイノはできないけど。やっぱり社会生活遅れてないんだよな。あ、ワイノは壊れてたんやね。壊れとるやんけ。これは嘘、ソースは、ワイ。半分くらい自分で判別してない？肛門ってほんま特殊な部位だよな。気体と液体の判別が曖昧すぎるんやけど。寝てる間も機能するの、ほんますごい。液体とかあるか？あるぞ。何が出るんや？環境液ならわかるが。ワイは脂っこいもの食べすぎた次の日、ケツから脂出るんご。なるほど、それはわかる。ワイも担々麺食った翌日とか、やばい。なんか腹下した時とか、茶色い液体出てくるんやが、ワイがおかしいんか？それはおかしいわ。マジか。壊れてるやつ多すぎて、草。ほう、平民のケツ、社会性がなかった。主人に似てるな。おならがうちおじさん。できてなくて、草、肛門、キス。おなら、うんこです。肛門、よし、通れ。逆にこういうパターンも多いよな。最近そればっか。わい、今日下痢気味やって、外でビクビクしながらこれかましてたわ。気象庁みたいなやつな。うんこ、開門、開門、気球の気にござる、開門いたせー。肛門、騒ぐな、親方様は電車にご乗車中である、近寄ろう。拙者とて、直腸まで参っておるのだ、ご乗車中とあらば、おおり願え。うむ、待っておれ。遅い、親方様はどうされたのだ。親方様への取り次ぎは済んでいる、しばし待て。肛門よ、俺と、お前の仲も長いな。何を、キッキ様、そのようなことを言ったとて、ここを通すわけにはいかぬことくらい承知しておろうが。ああ、そうだ、そう、だな。だが、貴様は本当にうんこか？お前、何を言っている？貴様は、もしかしてうんこではなく、おならではないかな？おならであれば、俺の一存で通すこともできる。お前、それは。うんこよ、俺と貴様の仲も長いな。何者だ？おならです。よし、通れよ。これ彦。シリアス展開。親方様は、肛門を罰するわけにもいかず、涙ながらに心中。シリアス展開やめろ。長い中どころか、数時間の短すぎる中やろ。肛門は内首型にしろ。こんなのが赤くなるなんて、もうツイッターのこと、笑えねえな。よっしゃ、部屋な。下痢です。肛門、正直なので、通ってよし。ブリュー、あっつ、冷たい。一人暮らしで酔っ払って軟禅に出て爆笑して平行いたら、下痢弁がブリブリ出て号泣するわい、ほんと草生える。ワイの肛門投手は360勝5敗の無能や。打率9割はある。肛門とかいう365セーブを強いられるブラック機関。へ、どうして？肛門、期待やせえか、へに紛れるんち、今や、ワイ、あ、察し。ガバガバ検問、やめえや。ワイ、これはせやな、肛門、せやで、パンツ、少量の液体もついてきたぞ。これ、ほんま許せんわ。たまにミスるのはヒューマンエラーなんやなって。虚偽である証拠写真や。グロ。いや、ちゃんと見分けられてるからズボン下げてるじゃん。絶望に満ちた顔、ほんと好き。性の肛門は特殊仕様なんか。これ好き。躍動感すごい。くさ。クソ笑ったわ。迫力がすごい。もう一回どついてくるの、好き。わい、さっきまであっしてたから申し訳なくなってきたわ。これ思うんだけど、門の向き逆じゃね？中からのうんこに張ってるんやから合ってるやろ。プロのアニメーターが描いたんか、これ。なんか映画みたいで草。くっそく降りていたかくて草。腹痛でトイレに駆け込んだ後のうんこはとんでもない拡散力だよな。金玉の裏やケツのおかまでうんこ汁プッシャーなし。うんこした夢見た時は焦るわ。手だと思ってにょるったやつがどんだけいると思ってやがる。出てもいいけど音と一緒に出るなや。南ジェイミンって
ほんまうんこ大好きやなぁ。